本日はお忙しい中、アフリカ55甲子園プロジェクト発信松井秀喜氏、JAVES ドリームパートナー就任発表記者会見にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。私は本日の司会進行役を務めさせていただきます、JAVES 理事の大貫淳と申します。どうぞよろしくお願いいたします。プログラムについてご説明させていただきます。本日は2部構成となっております。15時から16時の第1部では、まず代表理事の友成より15分ほどお話をさせていただきます。続きまして、就任スタッフなどアフリカの皆様からのスピーチをいただきます。そしてその後に質疑応答のお時間を設けてございます。また本日は中立大使をお招きしている関係から最後で、全員でフォトセッションを行いますので、よろしくお願いいたします。大使の皆様が退出されましたら第2部として質疑応答の続きを30分ほど行いたいと思いますのでご協力をよろしくお願いいたします。それでは早速代表理事の友成慎也よりお話をさせていただきます。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。本日はお忙しい中、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。代表の友成でございます。私約30年間ですね、国際協力の仕事をやってまいりました。JICA に勤めて、途上国のですね、開発支援をずっとやってきたものでございます。その中で25年間アフリカと野球で関わってきたということが私の土台にございます。ちょっとすいません。すいません、ちょっとマイクが。はい、改めましてどうぞよろしくお願いいたします。それではですね、本日の、主題ですけれども、アフリカの野球の活動を25年続けてきた結果で生まれたこのアフリカ55甲子園プロジェクト、こちらについて説明をさせていただきたいと思います。このプロジェクトの内容ですけれども、活動の柱は3つございます。まず1つは、プレー環境の整備です。野球道具が不十分、あるいは、野球のグラウンド、アフリカはサッカーが中心ですから、石ころがボロボロしてるんですね。それでは危ないから、石ころを拾うところから始めるとかですね、そういったプレーの環境を作っていくということが1つあります。そして2つ目は、野球の技術だけではなくて、スポーツマンシップを育む、日本型野球のような指導方法を伝授するということにございます。3つ目ですけれども、甲子園大会、この名前の通りですね、甲子園大会という名前がついてますけれども、これはアフリカ全体でやるのではなくて、アフリカそれぞれの国内で日本の甲子園大会のような全国大会が開けるようにしようというのが、このプロジェクトの、お仕掛けでございます。そしてこのプロジェクトがなぜ生まれて、そして何を目標に、どうやってこれを実現していくのか、これをですね、3つのキーワードで説明をしていきたいと思います。それはですね、野球の力、アフリカ野球の夢、そしてドリームパートナー、この3つのキーワードですね。最初に野球の力です。25年間アフリカ野球の活動から見えた野球、そしてソフトボールの力、これはですね、私がまとめてソフトボールも含めて野球とここから先は言わせていただきます。25年間の間に私は、JICA の事務所員としてですね、ガーナ、タンザニア、そして南スーダン、この3カ国に、赴任をいたしまして、現地で、仕事の傍ら野球と関わってきたんですね。でそれぞれの国で、現地でですね、野球を教えていたからこそ、気づかされたことがあります。それがそれぞれの国で学んだ野球の力です。一つずつ紹介させていただきたいと思います。まず一つ目が、ガーナで、赴任していた時に、得たですね、経験です。1999年のことでした。民主主義を広める力に気づかされました。ガーナのですね、ある野球少年に、野球は何が君は好きなのって聞いたんですね。
野球の魅力を尋ねると、彼はですね、僕はバッターボックスが好きなんだって言うんですね。バッターボックスに立つと、味方のみんなが自分だけを応援してくれる、ヒーローになれるチャンスがみんなに平等に順番に回ってくる。野球は民主的だから僕は野球が好きなんだ、言ったんですね。その言葉に非常に私は感銘を受けました。JICA の職員ですから、当時ですね、貧困対策のプロジェクトなんかいっぱいやってたわけです。だけれども、この野球というスポーツには、そんな彼らに夢や希望を与える場所、バッターボックスを与えていたんだということに気づかされたんですね。このバッターボックスにみんな本当にですね、夢中になって立つんですね。バッターボックスっていう存在が彼らに突然現れて、そのバッターボックスに立つことがものすごく彼らの生き方になってた。これがですね、私に気づかされたアフリカの野球の力、アフリカ野球の原点というふうになりました。で、2カ国目、今度はですね、タンザニアに赴任をしました。2012年のことです。2012年からは、タンザニアに3年半いたんですけども、そこで気づかされたのが、人づくりの力、規律尊重整備ですね。これについてのお話をしたいと思います。タンザニアでは野球の普及活動というよりも野球を通じて価値を伝えよう。その価値は3つの価値ですね。規律、尊重、正義。タンザニア野球はこの3つをスローガンにしました。そして、例えばですね、時を守る、約束の時間にちゃんと来ること、そして安全に競技ができるように石拾いとか、まずグラウンド整備から始めること、そして道具を大切に使うこと、整理整頓すること、まあ、こういったことをですね、しっかり教えてきたんですね。これは日本の野球の世界では当たり前のことかもしれませんけれども、向こうにはそういう文化がない国が非常に多いという印象です。こういったことからしっかり伝えていこうというのが、私がやってきたアフリカ、特にタンザニアでのですね、野球指導の中心的なことになっています。そしてもう一つは、この野球、仲間とかですね、指導者、相手チームへの挨拶ですね、礼に始まり、礼に終わるというのが日本型の野球だと思います。日本以外の海外でこういう文化はないですね。アフリカでは少なくともありません。で、そのアフリカでこの日本型のまさに甲子園のような試合前にはきちんと相手と向き合って礼をするところから始める。審判がいるから野球ができるから、審判に対して礼をする、もうそういったことを伝えてきたんですね。で、これは言わないとわからないので、アフリカの子どもたちに丁寧になぜそれが必要なのかということを、まあ、ずっと伝え続けてきました。その結果、子どもたちの学習意欲がすごく高まって、教育現場から子どもたちの成績が上がるっていう話も出てきたりしたんですね。野球が高く評価をされて、それが、タンザニアでは甲子園大会という全国大会につながっていったということでございます。そして3つ目の気づきはですね、野球の力3つ目の気づきは、私の南スーダンでの経験になります。私は2018年夏からですね、紛争地で有名な南スーダン共和国に、赴任をいたしました。その時は JICA の事務所長で赴任をしたんですね。まあ、さすがに紛争地ですから、私いつも野球道具持ってアフリカに行くんですけども、南スーダンではさすがに野球道具は持ってっても使わないだろうなと思いながら一応持ってったんですね。そうしましたら、やっぱり野球を伝える機会がございました。そして2018年から、この長らく続いたですね、紛争が続いた南スーダンでですね、この野球指導を始めるようになるんですけども、ここでこの彼らがですね、私が初めて教えた南スーダンの野球ナインですね、この彼らはもちろん野球を見たのは初めてです。で、この中には難民だったり避難民だったりした子もいます。で、そんな彼らが野球で出会って、それまで失っていた笑顔を取り戻したんですね。それが私はすごく印象的でしたが、もっと印象的なことがありました。彼らにはやはりタンザニアと同じように規律、尊重、正義を伝えたんですね。そうしましたところ、
この日本型野球を伝えていた、現場をですね、見た南スーダンの政府の高官が、このスポーツは、ね、素晴らしいねと、すごく注目してくれました。長らく民族紛争が、続くこの地の子どもたちに、これこそが必要なスポーツだとおっしゃっていただいて、この写真はですね、南スーダン野球ソフトボール連盟の設立式の写真になります。私の左隣にいるのが大統領顧問ですね、元外務大臣です。こういった方々がこのスポーツ、野球の力に着目していただいて、この野球を南スーダンで広めていこうということで、野球連盟の会長になっていただきました。南スーダン野球ソフトボール連盟ですね。もう一つ注目すべきは、南スーダンというのは民族争いが非常に激しいところなんですね。64の民族がいて、その民族の中で争いしています。ただ、この争っている民族の人たちがこの中にたくさん入っているんですね。民族の壁を乗り越えて、この野球というスポーツを子どもたちに伝えて国を平和にしていこうということで、異なる民族の人たちが一つに結びついた瞬間の写真でもあります。それも野球の力に私は気づかされたことなんですね。そして、3つのキーワードの2つ目はアフリカ野球の夢ということです。私たち JAVES の掲げるビジョンというのがございます。私たちが活動を通じて実現したいこと3つあります。1つ目は野球の力で人を育てる。2つ目は野球の力がアフリカで認められ、競技が広がっていくということですね。普及していく。そして3つ目が野球の力が架け橋となって日本とアフリカが共に成長する。こうしてアフリカ中に野球が広まること、これを私たちはアフリカ野球の夢と言っております。で、3つ目のキーワード、今度はドリームパートナーです。松井秀喜さん、今回エグゼクティブドリームパートナーになっていただきましたけれども、このドリームパートナーとは何かということですね。このドリームパートナーは先ほど申し上げたアフリカ野球の夢、これを一緒に実現するパートナーのことを言います。世界一の野球大国日本です。世界のランキングはずっと1位ですよね。この世界一の野球大国日本の個人の皆様、法人の皆様と一緒にこの夢を叶えることに挑戦したいと考えています。そしてもう一つの、JAVES の理念があります。これはですね、ミッション、存在意義と言ってますけれども、野球の力でアフリカと日本の明るい未来を創造するということがございます。なぜ野球の力で日本の未来までが明るくなるのかということをちょっと説明させていただきたいと思います。アフリカは21世紀に入りまして経済成長が著しいんですね。で、今日お越しになっております大使の皆様の国も、経済成長を続けています。 IT イノベーション、資源発掘、そして外資の流入などによって高い経済成長を続けています。かたや日本は少子高齢化、経済の低迷、非常に活力が残念ながら十分出てきていないという状況が長らく続いていることはご承知の通りです。日本人にとって今は縁遠いアフリカかもしれませんが、野球の力でアフリカと日本がつながることによって将来日本社会に活力をもたらしてくれる日が必ず来ると私は信じております。そしてこの度、アフリカ、この度ですね、アフリカ55更新プロジェクトエグゼクティブドリームパートナーに松井秀喜さんがご就任いただきました。この理由を説明させていただきたいと思います。私から言うまでもありませんが、松井さんは甲子園で5打席連続敬遠をされた屈指のスラッガーだったわけです。第100回記念大会では始球式を務めたり、甲子園のシンボルというような存在であられると思います。そして我々 JAVES が人づくり野球ということで、アフリカでですね活動しているのは日本型野球で、人づくりなんですけれども、
その目指す人物像の理想像としてスポーツマンシップにあふれる松井秀喜さんが最もふさわしいというふうに考えました。で3つ目は、松井秀喜さんは、国際舞台で大活躍した、スケールの大きさ、これがアフリカのプロジェクトの規模感に合致するというふうに考えました。ちなみになんですが、アフリカの国と地域の数は54の国と1つの地域、合わせて55なんですね。ここに松井さんの背番号55と非常に運命的なものを感じたということもございます。そんな考えのもとで松井さんの元にお会いに行こうということでニューヨークまで行ってまいりました。今年の8月30日です。アフリカ55甲子園プロジェクトについてご説明をさせていただきました。3時間も話し合う時間をいただきまして、非常に理解をしていただいたというふうに考えています。そして、松井さんはですね、後日私にも、できる限りのことはやらせてもらいたいとおっしゃっていただきまして、この度の就任に至ったということでございます。この、エグゼクティブドリームパートナー就任承諾書も、きちんといただいております。ではここでですね、松井秀喜さんのメッセージをお聞きいただきたいと思います。皆様こんにちは、松井秀喜です。この度一般財団法人アフリカ野球ソフト振興機構 JAVS の活動を応援させていただくことになりました。私は日本で生まれ育ち、甲子園に憧れて野球を始め、素晴らしい指導者や仲間たちに巡り合い、貴重な経験をすることができました。グラウンドで仲間と汗を流した日々も、憧れの甲子園に立った時の感動も忘れられない思い出になっています。その甲子園がアフリカにもあることを皆さんご存知でしょうか。甲子園を目指して白球を追う若者がアフリカにもいると聞いて、私はとても感動しました。まだまだ盛んなスポーツとは言えませんが、アフリカの甲子園大会をもっともっと大きくして、野球やソフトボールを通してアフリカの青少年を育てていこうという構想に深く感銘を受けました。アフリカの子どもたちが野球を楽しむ映像をご覧ください。まるで映画フィールド・オブ・ドリームスのような手作りのグラウンドで夢中でボールを追っています。同じ夢を持つ子どもたちがアフリカにもいると思うと、アフリカが急に身近に感じられるようになりました。状況が許せば私自身もアフリカに行ってみたいと思っています。アフリカの少年少女とキャッチボールをしたいです。私はアフリカの野球ソフトボールを応援します。野球ソフトボールをするアフリカの少年少女がもっともっと増え、日本をはじめ各国の少年少女と交流するよう夢見ています。このアフリカ野球の夢の実現に向け、皆さんもぜひ私と一緒にドリームパートナーとなって、アフリカの少年少女たちを応援しましょう。はい、ありがとうございます。ということでですね、松井秀喜さんもエグゼクティブドリームパートナーとなって、このアフリカ野球の夢に一緒になって、皆さんと何か取り組んでいこうということを、スタートしていただいたというわけです。で、松井秀喜さんの最初の活動なんですけれども、ご承知の通り、このようなコロナ禍ですので、本来でしたらご本人も、アフリカに行きたいとおっしゃっていただいたんですけども、今は当面は行かれることはできないと思います。ということで、最初の活動はですね、2022年12月12日タンザニア甲子園大会が開催されるんですね。でここで、選手たちに、開会式で選手たちに松井秀喜さんのメッセージをお届けするということを考えています。で松井さんは残念ながら現地に行かれませんので、この左側のスタンドバナー、
これが開会式に立つということになるかと思います。機会があればぜひ松井秀喜さんのことを皆さんに知っていただいて、スポーツマンシップあふれる人がこういう野球人になっていくんだということをですね、示していきたいなというふうに思っております。はい、以上、私からの説明は以上でございます。ご清聴ありがとうございました。2021年です。すみません、2021年です。続きまして、アフリカの皆様からスピーチをいただきたいと思います。本日お越し、会場にお越しいただいている大使の皆様から一言ずつご挨拶をいただきたいと思います。まずはですね、中日ガーナ大使、特命全権大使とフランク・オチェレ閣下にお話をいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。The president of the GABS announced the overall of the as a short speech for can you hear me now? Yes, sir. I believe I have to start again. Good afternoon, everyone. The president of GABS and the law protocols of the ritual. On behalf of government and the people of Ghana, I wish to express my sincerest appreciation to the Japan African Baseball and Softball Foundation and to you, Mr. Tomori, for your excellent contribution and personal commitment towards the development of baseball in Ghana and Africa as a whole. Let me also thank you and your collaborators for this invitation. Ladies and gentlemen, I'm aware that through the government of Japan and its partners organization, Ghana first ever National Home and Training Center for Baseball and Softball was established some 10 years ago. The whole establishment of the facility is nurturing many baseball talents in Ghana who hitherto had no formal means of training in that sport. I'm glad to know that today, Ghana National Baseball Team, the Rising Stars, that's the name of our team, is the current amongst the top ranking teams in Africa and also doing well in International Baseball Federation World Ranking. A remarkable achievement made possible through the initiative of Mr. Tomori and the Japanese government. Distinguished guests, I'm thus optimistic that the future of baseball and softball in Ghana is very bright indeed. I'm very excited that JBS, through its baseball education initiative, which aims, among other things, to instill discipline, respect, and justice in children through his baseball is expanded in Africa. Now, this collaborative effort, children all over the world will embrace the need for the values for building the inclusive society we all deserve. And finally, it is therefore my fervent hope that Ghana will continue to benefit from the support of JABS and its partner organizations and to help to build baseball in Ghana for more. I thank you for your attention. And once again, I'm very grateful. Thank you. Thank
今のアンナ大使からのメッセージは配布資料の中に原文と和訳をお付けしておりますので、どうぞ後ほどご覧になってください。ありがとうございました。では続きまして、中日ナイジェリア大使特命全権大使のアブバカ・モリキ・フセイニ閣下にお話をいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。Good afternoon, all. It is a delight for me to be at this important event. And I noted that the event was convened to primarily publicize JAPP's youth development project in Africa through baseball and softball, and to promote JAPP's interest in Africa.Expectedly, this initiative can also facilitate and enhance relationship between Japan and African countries. Therefore, I am grateful to the organizers for the invitation extended to me and for considering me a worthy partner of African baseballership education. I would like to commend the president of JAPP, Mr. Senya.Tomonari, for the great foresight. And it is noteworthy that as a former JICA member, staff member, who worked in Ghana, Tanzania, and South Sudan, and I realized that during his time in Ghana, he became the manager of a national baseball team and had since been contributingto the promotion and development of baseball and softball in Africa. After careful analysis of his antecedents, it is easy to understand why he developed passion for Africa and issues related to African continent. Indeed, we can say he had all along dedicated and devoted his career for the developmentof baseball and softball in Africa. The change of name from Association of Friends of African Baseball, AFAB, which was established in 2003 to Japan Africa Baseball Softball Foundation, JAPS, in 2021, further confirmed the sincerity of the founder's passion for Africa and demonstrated his enthusiasm.For the youth development in the continent. This is highly commendable. I must express my gratitude further to JAPP for introducing African Quotient Project, which is aimed at promoting the development of baseballership education with baseball and softball federations of African countries. Through this project, the idea of conducting activitiesWhose focus on human resource development through baseball and softball is really tenable. Specifically, I have studied the plan for Nigerian Quotient Project because baseball is new in Nigeria, which I believe was essentially aimed at improving on the environment and the infrastructure of playing the games in Nigeria, capacity buildingon baseballer education and organizing national baseball and softball tournaments named Nigerian Quotient. Therefore, on behalf of the Embassy of the Federal Republic of Nigeria here in Tokyo, I appreciate JAPS for the ongoing process of connecting Nigerian Baseball Federation with Kisarazu City in Chiba Prefecture. This process, which is being facilitated by Ambassador Masunaga,
Ambassador of Japan in Abuja, Nigeria. It's a welcome development. I'm looking forward to the realization of the plan to hold baseballer education seminar both in Abuja and in Lagos, and probably a tournament in Nigeria in the year 2022. These are very significant goals, and I assure you that the Embassy of Nigeria here in Tokyo would gladly partner with JAPS in this regard. Consequently, in view of the noble objectives of JAPS and its proposed activities for Africa, especially in my country, in Nigeria, I would like to implore the Japanese community to assist the organization in any way possible. In particular, I implore the Japanese private sector and multinational corporations to support Mr. Hideaki Mashua in order to facilitate the realization of his aspirations for the development of baseball and softball in Africa. Considering exceptional pedigree as a former baseball player, I commend the choice of Mr. Mazur as the executive dream partner of JAPS to encourage African baseballership education activities. In conclusion, once again, let me thank the organizers of this press conference for giving me the opportunity to speak and to assure them that we will partner with them in all ramifications in order to mobilize, promote, and develop baseball and softball in Nigeria and in Africa in general. Indeed, we will partner with JAPS and its leadership in order to develop a workable roadmap for the promotion and development of baseball and softball in Nigeria. Thank you very much. Once again, I thank you, Mr. Komanari. Thank you.今のナイジェリア大使からのメッセージも同様にお手元の資料に記しておりますので、どうぞご覧になってください。ありがとうございました。続きまして、中日タンザニア臨時代理大使のジョン・フィッシャー・カンボーナ全理講全権講師にお話をいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。Mr. Shigeto Monami, President of Japan Africa Baseball Association, ladies and gentlemen. I'm very honored to be invited here today on this auspicious day as we congratulate Mr. Hideki Matsui for becoming an executive partner to your association. This opportunity to commend the Japan Africa Business Association for their good work, the promotion of baseball and softball to Africa, and in particular to Tanzania. Baseball and softball are relatively new sports in Tanzania, but I'm sure with the kind of assistance in Japan, it is spreading amongst the young people. Mr. Matsui's experience after 20 years career in Japan and United States will surely assist the organization to reach its planned goal. I would like to conclude by inviting all of you here to participate with us Tanzania in our cultural event, which we shall hold this weekend at the JICA Yokohama Center, where we shall showcase Tanzanian culture. Once again,
Thank you, everybody, for listening. Thank you, Sir Asante.ただいまのタンザニア臨時代理大使からのメッセージも同様にお手元の資料にございますのでどうぞご覧になってください。ただいまブルキナファソの特別全権大使が お見えになりましたので、ご挨拶を頂戴したいと思います。中日ブルキナファソ特命全権大使のパスカル・バジョボ閣下です。ではよろしくお願いいたします。Avant tout propos, je voudrais remercier les moyens de ma gratitude à M. Chinia Tomonari, président de Japan Africa Baseball and Softball Foundation, qui nous offre l'occasion aujourd'hui de nous exprimer.À cette conférence de presse. Je salue l'engagement de M. Tomonari pour la promotion du sport, en l'occurrence le baseball, au Japon et dans les pays africains. Je salue également la présence d'une haute personnalité parmi nous cet après-midi. J'ai nommé M. Hideki Matsui.Nouveau partenaire exécutif de JABS. Monsieur Hideki Matsui, vous avez fait la fierté de vos supporters aussi bien dans votre pays de naissance que dans votre pays d'accueil, les États-Unis d'Amérique. Durant votre riche carrière sportive, vous avez brillé dans des équipes comme les Angels,les Athletics, les Rays, mais aussi, mais surtout les Yankees, où vous avez passé plus de 5 années. Monsieur Hideki Matsui, à l'image de l'aide dont vous avez bénéficié à New York, vous avez aussi voulu répandre cette aide partout où vous pouvez.C'est sans doute cette marque de grandeur d'esprit qui a motivé votre choix de devenir le partenaire exécutif de Japan African Baseball and Softball Foundation. Cette fondation qui a pour but principal de développer les ressources humaines parmi la jeunesse africaine, de promouvoir le baseball et le softball en Afrique et de servir de pont entre l'Afrique et le Japon.Nous vous en sommes très reconnaissants. Nous espérons que ce partenariat contribuera énormément à promouvoir le baseball en Afrique et au Burkina Faso en particulier. Aussi, voudrais-je saisir cette opportunité pour exprimer ma profonde gratitude à son Excellence M. Masaki Kato, ambassadeur du Japon au Burkina Faso, pour les inlassables efforts.En vue de la promotion du baseball au Burkina Faso. Nous avons espoir qu'avec cette volonté et cette synergie d'action, nous parviendrons à de très bons résultats et à introduire la pratique du baseball au Burkina Faso pour une durée pérenne. Je vous remercie. Je voudrais aussi remercier tous mes collègues ambassadeurs qui sont ici. Donc, merci.今まで配布させていただいた、資料の和訳の通りに、ご挨拶させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。最後になりますが、
在日アフリカ人市民を代表しまして、ポップエディング様から一言ご挨拶をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さん、Good afternoon。本日はここに私は立つことができ、神様に感謝です。私はガナ出身のエニグ・サムエルことポップと言います。僕はトモナレさんと知り合って約20年ですね。ね。そして彼はですね、ベースボールではなく野球が好きなんですね。ベースボールではなく野球ですね。で、野球を通してですね、世界の人たちにですね、教育をしてきました。さっき見ましたと思うんですけども、ね、ビデオを映りました。すごい教育を野球としていろんな人たちにしております。で、こうやってですね、今日もですね、このことは素晴らしいなと僕が思っております。で、友成さんは日本の野球を通してですね、アフリカの人々、子供、大人、とても喜んでいると僕が考えております。こうやってトップスターと、ね、ミスター松井さん、そして J ・ネームスさんとのコラボをしてですね、アフリカの子どもたちが野球を通して教育、成長、そして豊かな人生を送ることができ、素晴らしい大人にこの世の中になるだろうと僕が考えております。日本の野球を通して彼らがアフリカの社会を良くしていくではないんでしょうか。日本の野球を通してワンアフリカに展開していくと僕が考えております。本当に僕いつも深夜と言うんですけれども、深夜本当にお疲れ様です。ありがとうございます。これからも頑張ってください。皆さんご清聴と応援をぜひよろしくお願いします。俺はごめんなさい、僕は在日アフリカ人の代表としてお話をさせていただきました。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。ここでフォトセッションを行いますので、しばらく準備がかかりますので、お待ちください。ムービーの皆様、そしてスチールの皆様の順にお声掛けをさせていただきますので、よろしくお願いいたします。皆さん、ムービーの方が狙ってますので、そちらに順番に行きますか。じゃあ左側の方から、左のレフトサイドカメラ、レフトサイドビデオカメラ。That's mine. Right side, please. Right side. はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それではフォトセッションを終了させていただきます。友成代表理事を残しまして、皆様ご退出になります。ありがとうございました。
Thank you very much. Okay, bye-bye.